はい、どうもこんばんは。松原サンタです。今日は、ワードプレスというブログのシステムに、Stinger 3という、テーマを導入する方法を解説したいと思います。まずは、そうですね、Stinger 3の公式サイトへ、飛んでいくんですけども、こちらは、Google などで、Stinger、そうですね、STINGER3 と検索をしていただくと、このように一番初めにワードプレステーマの STINGER3 公式サイトということで、出てきますので、こちらをクリックしてください。で、この公式サイトの下の方にザーッと行っていただくと、これですね、Stinger のインストールとありますので、こちら Stinger3 をダウンロードを選んでください。で、いろいろ書いてますが、ダウンロードしていただくのはこちら、いろいろね、古いものからありますけれども、一番、新しいものをこちらダウンロードしてください。こちらクリックしてください。そうするとこのようにダウンロードができますので、これで一応テーマはダウンロードできました。こちらのダウンロードできたファイルを次はワードプレスの中に入れていきたいと思いますので、次はその方法を解説したいと思います。はい、ワードプレスのシステムに Stinger3 のファイルを、取り込む作業は至って簡単で、まずこちら、ワードプレスのブログの管理画面に入るということでログインをしてください。そうするとこのようなダッシュボードの画面になりますので、次は外観、テーマを選んでください。で、こちらで次は新規追加ですね。こちらをクリックしてください。で、今度はこちらアップロードを選んでください。で、ここで ZIP 形式のテーマファイルをお持ちの場合は、ここからアップロードしてインストールできますということで、ファイルを選択で、先ほどダウンロードしたものですね、Stinger どこやあった、これですね、こちらは ZIP ファイル、圧縮された、あ、ごめんなさい、 ZIP フォルダですね、になってますので、これを選んでもらって開く。そうするとこのように Stinger3、 あ、ごめんなさい、よいしょ、もう一度いきます。 Stinger3 バージョン2014なんとかってなってるやつを開くってやってもらったら、こちらにこのように出ます。そしたら今すぐインストールをクリックしてください。そうすると、このようにパッケージを展開しています、ってところからテーマのインストール完了しました。と出ますので、これで終了です。で、有効化っていうところを押すと、実際に、Stinger3 ですね、のテーマがもうワードプレスのブログに反映されて、このようにあなたのブログが Stinger3 の3のテーマに変わりました。以上で、Stinger3 のテーマをワードプレスに導入する方法を解説しました。ありがとうございました。